ピロシキーズの「風呂敷ラジオ」皆さんこんにちはこんににちちははここのラジオは私たちロシア生まれ関西育ちピロシキーズの2人がリスナーからのさまざまなお便りに風呂敷を広げていくようにさまざまな方面に話を広げながら答えていく YouTube ラジオになりますじゃあ早速今日もちょっと今回から短編っていう形で。 やらせていただきますなるほど、ね、長いラジオじゃなくて10分15分ずつぐらいの秋があるにね聴けるような感じで、うん、はいでは早速今日もやっていきましょうかはい本日のテーマはこちらピロスケからの質問,スの質問リスナーの皆さんからいただいた質問について私たちがお話しさせていただくコーナーですそれでは早速アレちゃんお便りをお願いいたしますはいラジオネームピースケ これロシア語でチッコって意味ですねはい入らないで私はちょっと待って入らないであ、はい、そう入ってこないですあ、そういうことでびっくりですどういうことかと思ったそういうことで違いますごめんなさいそんななんかやらしい感じで詰めないでくださいよはいはいそれではラジオネームピースケからのお便りです私は同性の恋人がいるのですが付き合う前から同性歌手の大ファンでした 恋人に新曲やラジオなどの話題にするとかなり不機嫌になり会話が成り立たなくなります、うん、一般的にとと思われれそそううですす。が、うん、がは違感じしま楽しいことを共有したいと思っていましたが今は一人で楽しんで SNS で仲間探しをしていかに話題しないようにするかを模索しています「どうすれば新曲出たんだよ」程度の新人喜びを伝えることができると思いますか だからこれややこしいのはあれよなあの同性の恋人がいるということでこれはゲイかレズビアンのどっちかのカップルで,そう、ね、で同性歌手のファンなんよな、うん、っていうことは俺以外の、まあ、仮にじゃもうゲイとしますと、うん、したら俺以外の男のアイドルを好きになってみたいなこれ男女間でもよくあるよな女の人がジャニーズを追いかけててずっとジャニーズの話ばっかりしてくるうん、うん、え何なんて。 だから、俺以外の男がそんなに好きなのかそんなのいちいち聞かすなよっていう不機嫌なのかなあ、ちょっとやきもち的な、うん、じゃないのいやなんかでもちょっとやきもちと違う感じがしますって書いてるからえどういうことなん,なんかねあの自分の経験上では、うん、なんか結構前に付き合ってた人がいたんだけどその人もちょっと似てんのよね。ね こう例えば、仕事の話ですごいいいことあったりとか、うん、友達と遊んでなんかすごい楽しい話題とかあったりするとうん、うん、彼にそれを話すとすっごい不機嫌になるのなんでいやそれはなんか多分異性とか関係なく自分以外の誰かと楽しい時間を共有してるっていうこと自体がもう嫌だっていう感覚だったんだよね。 なんか他に趣味とかがあってそれを楽しんでるのが気に食わんかったんやん、うん、なんか独占欲強い人だと多分もうなんかもう俺だけとか私だけを見てっていうふうになっちゃうともうなんか些細なちょっとした楽しいことでもちょっと自分は関係ないことだとちょっとこう気に入らない、えー、じゃあちょっとちゃうんか俺が昔経験したのとちょっとちゃうんかえっ何経験したのえなんか の最中にな相手の男がちょっとすごい過激なとこから始まるね相手の男がなそのセックスしてた時テレビ流れててほんでテレビつけっぱでセックスしててそれがな急にな千葉雄大が出た瞬間になこっちはもう必死ぶっこき状態でさもう腰を振ってんのにさちょ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 って止められて「千葉キュンだ」って言ったんでそいつは。俺その時に どこの野郎と思って <laughs> かっこいいよねって言ったかっこいいよねって言ったの相手に合わせたよ合わせたの合わせたよ俺も千葉きゅん好きって顔が丸くてかっこいい甘、ね、やかすんじゃねえよお前はいやでもそういう感じなんじゃないでそこで俺は、うん、かっこいいよねって言って合わせてあげたけど、うん、この人はもうしんどくてもう何回、うん、もうそれ言うなよみたいな感じなんかな ていうか、そもそもやけどさ、じゃあまあ、それは男、うん、女とは、あれじゃん、多分関係なく、うんうん、自分の趣味とか、そういうのに、興味を持ってくれへんっていうことで、 ま、考えるんやとしたらさうん、うん、そんな言いたい新曲が自分の好きなアーティストの新曲が出たよってそれも我慢するそれを話題にしないためにどうするかを模索するほどのことなんこれそんな言いたいみんななんかねどういうことが起きてるかちょっとわかんないけどそのなんか相手側がね期限が悪くなるっていうふうに書いてるけどそのどこまでのレベルかちょっとまだわからないやんか、うん、その書いてないし ただそれを本当にちょっと話題に出すだけで切れることでもないかなと思ってまめっちゃ話よんじゃん。めちゃくちゃ話よんね。うちのマネージャーがさ、あの草にハヤってハマってんねん。草。あ草。なんかこう。私も最近草にハマってんねん。そうだから影響されてんねん。ただ。そマネージャーが言ってる感じ。あのこういうこういう草とかそれいっぱいな。こうもうマネージャーの家はもう植物園みたいになってんねん今。マジで。そう。 もう垂れたやつここ今映ってへんけどこここも垂らしよるけどこれも買い買いっつってもうめっちゃ押されて<う>なんか私もちょっと今、ね、植物はいいで植物に俺はこうやって話しかけて<え>ほんでストレスを解消してなほんでこうしてああして植物はいいで <laughs> ブラスもさ部屋に植物大きいよ っって言って言くん、ね、いつも,もうここ3か月ぐらいそれをずっと話されてて、うん、3ヶ月ぐも植物の話かだから俺最近植物の話題が出たらな、うん、もう不機嫌な顔してるてかなんならもうここ今日切った時にこれがあった時点でもうこのし植物が置いてあるっていう時点で冬か。 だめ、この子分かるから、まじで、あの言葉分かるから、もうそんなん、いもうそういうの押し付けられんの、いいほんま不愉快やわ、まじで。いい子だから。いい子ちゃん、ね、分かってないってなんも、ほんまに、ほんまにいいなんも分かってないねん。うちのお母さんもな、そんな言ってた、てブラスって。 植物って人のな気持ちとかパワーとか分かんねんでだから病院とかの近くに行ったらなやっぱり人が亡くなったり病気してるそういうパワーを感じてな病院から切って離れるようにして生えんねんで病院側に枝って行かへんねん全部病院の外側に行くようにな枝って生えてんねんえそうなんやと思って見に行ったら姫路にある日石病院見に行ったらなめっちゃ普通に生えてた。 もう普通に履いてたどっちでも。パワーないやん、思って。<laughs> <も>いや、<う>パワーはあるけど。でも俺はな、お母さんのその信じてるな、<laughs> エセ科学をな、うん、こう、言わんように。 <や>お母さんには言わんかった。んったうん。あ<ー>そう、普通に入ってんでいい子やな、それはね。だってもう、それ宗教やもん、多分。宗教言うな。宗教やで、こんな気気お母さんのことを気にかけて言わんかったやろう。お母ちゃん可愛い,いな、かわいそうやな、そんなこと言ったら悲しい子かもしれへん、みたいな。うん。でももう、そんなん、あんまりにもさ、ずっとその話をされたら不機嫌になるよ、俺は。なるほどね。うん。え、ってことは、じゃあ、もしかしたらこの子が、 もうあまりにもファンすぎて、うん、毎日毎日、うん、何々ちゃんが何々くんが大好きだろうっ,つって言いまくってるから、うん、もうだんだんこうもうもう分かったからってなってるのなってるあそれはちょっとねそうであ,れあれちゃんも,あれ,ちゃんもそのなあれちゃんの、うん、何誰かと楽しんでるとかそういう話、うん、何かこう今日こうなんがあってこうなんてこうやったっていう話もなそれも。 あれやと思うわ。ちょっと、アレちゃんも悪い気がする。じゃあ、なんて言ったらいいんだろう。あの、うちはほん、そういう話はしなかったんやけど、どううなんか、まあ、例えば、その、どこどこ出かけた、こういうことがあった、っていうのを、そういう話じゃなくて、例えば、どこに行ってたのって聞かれると、それを、なんていうの、説明すると、すごい不機嫌になるわけよ。それ、ただの束縛の強い男やんだから、女友達と遊んでましたっていうのを言うと、 なんだ、女と女、と楽しく遊んでたのか、みたいな感じになってたのよ。アリちゃんが可愛いからさ、うん、そうやって他と繋がりがあったら、こう、離れていくって思ったんちゃうまあ多分、可愛いとかじゃなくて、自分にもちょっと責任はあるかなと思ってんのが、あの、結構甘やかしすぎたのね。めっちゃ上からやん。 いや、ほん <laughs> まめっちゃ上から言うやん。ほんまに上から言わしてもらうけど、それ自覚がある。うん、ほんまになんか、もういい子いい子、もうチュキチュキチュキ、もうなんでもはい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 ってやりすぎてたから、多分それでね、こう、長年こう一緒にいるやんか、うん、で、その後にこに友達とちょっと遊んだりすると、いや、なんなの、それ、俺にやってもらってたことを、その女友達にもやってんのか、って、こう、気分悪くなったのかもしれない。 ああ、他の人にもやってるんちゃうかって、うん、そんなに優しくね俺と同じようなことをやってるのは嫌だ、許さないっていうふうになって、こうだんだんちょっとそれがエスカレートしたのかなと思うから、まあ、なるべくあのごめんなさい、人のことをあのあ、ま、甘やかさないことが大事なのかなと思っております <laughs> なんか違う気がする、ア <laughs> レちゃんがなんか、変な男に引っかかってるのが、率が高い気がする。 ま、でも。貯金箱のなんか盗んだ話もあったしさでね、えー。私、自分、なんか男をダメにするかも。そうやろう。ダメにしてる。です。あの、すいません。下げまんやん、下げまん。違います。<何>あの、あげまんだと思うよ。なんで <laughs> そこは認めへんのわかんないけど。下げまんにはなりたくない。<laughs> それだけは嫌だ。あげまんとは、男をダメにするあげまんね、じゃあ。あそうだね。あん <laughs>、すごいほんまに。<laughs> ないえ、<laughs> でもその男はさ、えー、そう言うと、じゃあ、アルちゃんの趣味って言ったら、俺の中ではもう死ぬほど聞かされた話では、うんまあ、香水とかの話よな。<laughs> <ー>この香水はまるでニューヨークの街の中に溶け込んだ男のようだ、みたいな意味のわからぬ説明をしたりとかするやんよく、くずっと香水の話して、<laughs> <ー>これは人魚姫が、 コラムじゃね泳ぐのを失敗して人魚姫泳ぐのが下手になってしまって人魚姫なのに溺れている時にそれは私の海の中から空を見た時の気持ちが現れたようなどんな匂いだよとかって思うような説明をすごいよくするやんか <laughs>、うん、えそういうのは嫌がってなかったん いや、なんかそういうのはえー、うんうんっつってこうすごいなんか乗ってくれたりしてたんだけど、うんまあ、例えば、何その仕事でいい仕事をもらいましたと、うん、すっごいなんか広告でもうすごい表紙になるような仕事もらえたやったーっつってちょっとなんか軽い感じでちょっと話して喜んでると、うんまあ、すっごいこう黙ってすっごい不機嫌なのもう1日ぐらいもうずっと多分1日だけじゃないよね。 いつまでもそのことをこう念に持って <laughs> 仕事,仕事だ,だから新しい仕事の場で新しい男と出会って、ああそういうこと考えてるかもしれないね。ん,んじゃないかってことから、うん、それ束縛よ。それとこれとはちょっと違うのかな。そんなんなんか趣味趣味が合わへん。 なっていうのでそんなな嫌がるかな、うん、いやじゃう,うちも思ったねん趣味が合わないだけでこんな怒るかなって、えー、だからこうこ<ん>趣味が合わないんじゃなくてなこの人はこの人は相手の好きな歌手とか何かとかちゃんと把握してんのかな、うん、そんなん言うけどどうするう全然わかりませんとか言って、うん、聞いてあげてないのって、うん、俺のやつ逆ちゃうこれ聞いてくれてないんじゃ全然。 あ逆にもも一切何相手のこと言わんと自分のことばっかり言おうとしてん,ねん逆にその言われてる時に自分が興味ないふうにしてるからそ,<う>それで何で俺の話私の話聞いてくれないのに自分の時だけなんか聞かせようとしてんだこいつ、うん、っていうので機嫌悪くなってる可能性もあるってことだ、ね、うまあよわからんけど、まあ、趣味合わへんのちゃうもん趣味合わへんからもう <laughs> もうええんちゃうもん分かったらそこをセックスしたらいいって言わんかい <laughs> <laughs> でどんなんど <laughs> あ、わかっただからなんかさ、言いたくなるんやろ、すごい。新曲が出た話をすごいしたくなったら、<laughs> うん、それができんかったらストレスなんやろ、この人。うん、で、ストレス発散法がある。何<に>あのな、俺が最近ハマってるストレス発散法。ちょっと聞きたいね。俺な、今、歯ブラシ。歯ブラシ。電動歯ブラシやねん。 なんか嫌な響きだね、それは、電動の中でも超音波歯ブラシって言って、その辺の電動とちゃん超音波やねう中まで届くみたいな、でブラシついてるやん、でビーってやったら、その超音波でビビビビってなんねんけど、その、ビってしてつけて、つけて歯ブラシのヘッド部分、ブラシじゃない逆側の部分を乳首に当てる。 お前それで網がいてんじゃねえだろうな。<laughs> いや、だからヘッド部分やから大丈夫。乳首に当てる。そしたら、<ー>もうバイブとかとちゃうねん。超音波やから。超音波。音波超音波乳首に当てたことある。<laughs> すごいね。超音波当てたことないわ ってなって、<ー>最初は俺は5秒も耐えられんかったけど、今はなんとか1分ぐらいは耐えれるようになってる。まあでも多分相手側がね、そんな急に聞いてもらえないからって言って、急にタタタタタタッ,タッって出して、ウィーって出して。<laughs> やったらええやん、ね。<laughs> 俺なそう、やり終わったら、<怖い> <laughs> やり終わったら、パって鏡見てみ。<ー>俺何やってんねん。すごいなるから。<laughs> もうなんか新曲を話そうとか考えてた場合いちゃうわってなるから <laughs> 多分自分も,何,も、ね、や何をやってみってなるけどそ,うもうそれでそっとなじめてもう,もうええわ今日晩ご飯の味噌汁でも食べようってなるからそれで仲良くなれるっていうそうこれやはりこれおすすめあいい解決法かもしれないですねはいこれは以上です以上はい、はいありがとうございます <laughs> 現場からお送りしましたはい